はい、レオンンチャンネルです今回紹介するのはこちら「食玩仮面ライダーコンバージュ10」です。 はい、いつも通り1個500円で今週発売したばかりですが、ラインナップとしては全6種類プラスシークレットが2枠で、そこまでの情報が発売前から公開されておりましたが、仮面ライダービルドのラビットラビットフォーム、さらに仮面ライダーローググリスとクローズチャージが飛んで、一気にローグちっちゃったね。さらに仮面ライダーアマゾンネオチヒロめっちゃ嬉しい。そしてアマゾンアルファ、先にオメガとニューオメガが発売したから、これで、 アマゾンズ系も一通り揃いましたしさらに仮面ライダーカブとのライダーフォームとガタックのライダーフォームそして11段が8月に発売するんですけどそこでハイパーカブととかハイパーガタックが来たりとかタンクタンクも来ますしジーニアスもラインナップされてて次の段もすっごいいいんですけどってなるとシクレ枠ってもう大体読めちゃって僕のボックスのアソートとしてはラビラビが2カブトが2ガタックが1 ローグが2ネオが1アルファが2ですからまあ普通に考えたら兜の後ろにダークカブトが入っててアルファの後ろに白目アルファ2期バージョンシーズン2バージョンのアルファが入ってるんじゃないかなって感じですよね <laughs> そしていつも通り裏側には簡単なライダーの解説も載ってますねではワンボックスを全て開けてシクレ予想が当たってるかどうかを確認しましょう てか本当に僕、シクレ枠知りませんが、まあ普通に考えたらこの前の方にある兜が普通の兜でめっちゃいいね。超色綺麗だね。 で、二個目。だいたいてくれって二番目にありますから、ノーマルの兜の後ろにあるやつが、はい、予想通り、ダーク兜。だよね。こういう感じ、以前にもあったよね。六六仮面ライダーだったっけその辺でもこういう流れだった気がする。で、アルファも二個あるから、前の方にあるアルファが、通常の緑目の一 ジンさんでシーズン1からののの一番後ろにあるアアルルフファァ2個目ががこれがはい、来たやっぱり予想通りすぎる白目のアルファとはいえ、これで、シーズン1-2の基本的な仮面ライダーは揃ったよね。というか、あれか。あと、シグマがないぐらいか。一応、ノーマル枠も開けていくと、まずは、ラビラビかっ 濃いね。さすがコンバージ羽もついてるしさ。で、追加メンバーいきなりローグ来ちゃったけど、ちゃんとグリスとクローズチャージ。まあ、クローズチャージはすっ飛ばされるとして、マグマまではフォローしてくれるかな。うわ、すげーメタリック湖 これもさ、あ先にリミックスライダーで発売したけど、価格差300円はだてじゃないね。上半身のプロポーションとか最高。そして、個人的にめちゃくちゃ嬉しい。千尋アマゾンズ系も速攻揃ったなありがたい。 で、最後は、ガタック。次の段のハイパーガタックが一般販売とかすごいんだけど、あ、これもやばいね。頭部のボリューム感とか。で、ちゃんとガタックカリバ、あれガタックカリバは武器状態になってる。こういうこともできるってことね。 予想が見事的中して、シクリア枠はダークカブトとアマゾンズシーズン2のアルファでした。白目版ね。で、通常ラインナップは仮面ライダーローグ、ラビットラビット、カブト、ガタック、アマゾンネオ、アマゾンアルファのシーズン1バージョン。 ではまずビルド系から確認しようかな。仮面ライダービルドのラビットラビットフォーム、中間パワーアップフォームから、まずはラビラビが来ました。ぐるっと見回すとこうで、色が多いこと。この辺のバネ造形が肩アーマー、腕、足まで、全部色分けで表現されてて、ボディの赤のメタリックも良くって、ハザードの上からアーマーが装着してる感も綺麗に表現されてますね。で、可動箇所は両腕が前後に動いて 動くのみでで羽部分とととかかははすががこここ左右にいいたりりそういうことはありませんね先にソードが発売されましたが、ソードは基本成型色プラス、ちょっとメタリックの塗装が乗ってる感じだったので、それに比べて、コンバージ版のアーマー部分のメタリック表現なかなかいいっすよね。色分けがかなり優秀ですが、ちゃんとそういう部分も、コンバージ版負けてませんよね。 そして海賊列車とかの発売もありましたけど、基本フォームのラビットラビットと、パワーアップフォームのスパークリングと並べるところで、ビルドのコンバージョンは早くも中間まで来ましたし、次の段ではタンクタンクも出ますから、並べるとまた映えますよね。というかスパークリングのボリュームやっぱすごい。 そして最近4人目のライダーとして正式加入した仮面ライダーローグぐるりと見回すとこうでグローブ部分のシルバーホワイトちょっと白っぽいシルバーカラーなんかも表現されつつ胸のこのデパ 引っ張りとか逆三角形のマッシブ体型とか複眼のクリアパーツに食われて割れてる部分なんかも細かいな色分けもうちょっとここワニの部分尖ってもいいような気がするけどちょっと丸いねただ肩アーマーなんかは劇中通り尖っておりますしこの辺の白い色分けなんかも めっちゃ細かいですね。はい。後ろ側から見ても、このメカ的なあのアーマーいいよね。ゾンビっぽくって。ゾンビゲーマーとかこういうごっついやつ好きだな可動箇所は首は固定で、両腕が動くのみで、スクラッシュドライバーはブルーの正規色をベースに一部色が塗られてて、というかこれまでビルド以外のコンバージってクローズしか出てませんでしたから、一気にここで2号ライダーから4号ライダー来ちゃいましたね。まさかのグリスト しいっていうかクローズマグマとかコンバージ化されたらめちゃ見た目かっこいいだろうな一応ラビットラビットと並べることで対決シーンっぽいこともできます 近づいて比較するとこんな感じで、リミックスライダー版と見比べると本体プロポーションが全く違うのがわかりますよね。とはいえこっちも低価格の割にすんごい再現ですよね。でもコンバージョンは後ろ姿とかの表現が素晴らしい。割れ物注意が省略された部分はちょっと残念。 そして、仮面ライダーカブト。もう、カブトは様々な種類のフィギュアで立体化されてきましたが、どんなものでも相変わらずかっこよくって、ただ、ブトホーンの可動とかはありませんね。もともとあったのかななんか、ボンドでベタッとね、貼り付けてある感はありますけど、でもここ分割線ないからもともとなかったのか。で、アーマーのカブトレッドも綺麗で、複眼とかもめっちゃ じゃあ明るい。動く箇所は両腕で、後ろから見てもプロポーションかなりいい感じで、次の段のハイパーカブトが楽しみですし、はい、2号ライダーのガタックぐるりと見回すとこうで、ガタックもハイパーガタックが次の段でラインナップされてますし、アーマー部分はブルーのメタリックで綺麗で、複眼も赤くて、ここのホーン部分なんかもイエローメタリックしっかり貼って 入ってますねで、今回もともとアーマーの一部にガタックダブルカリバーが付いてますから一般販売では珍しく武器付属って形で一応この二つのアイテムを合体することで武器状態になる上に連結することで必殺技状態もまさかの再現可能でただ武器持ち用の拳ではありませんからこれをガタックに持たせることはできないんですよねそこまではプレバンっぽくない なってない感じ これまで一般販売で武器付属って確かありませんでしたから、そう思うとめちゃくちゃプレイバリューが高い気がする。そして天童と鏡の並び状態はこんな感じ。並んだ姿は絵になるよね。そして今回のシクレ枠の擬態天童ことダークカブト。ダークカブトも幾度となくカブトのシクレ枠で立体化されておりますが、基本はカブトと銅造形でありながら、 副眼カラーというか全身のカラーが大きく変わっててアーマーも黒ベースから赤柄になってますし副眼も青からイエローに変わってますねはい比較するとこうでそれ以外は特に変更なしって感じで可動箇所なんかも同じですちなみにガタックも腕が基本は動くのみで顔の可動とかはありませんねでもガタックやっぱ肩に武器ついてるから単純にディスプレイモデルとして見た目いいなちなみにここの 変身時の稼働なんかはこちらもありませんね。ダークカブトもないですね。そしてアマゾンのシーズン2から千尋。千尋好きだからさ、めっちゃ。 めっちゃ嬉しいアーツ化も早かったしフィギュア関係相当優遇されてますよねというかイエローの複眼とかメカ造形なんかも非常にバランス良くって特徴的な背びれのアーマーなんかも綺麗に表現されてますねここも軟質で危なくないようにとか折れないようになってますし顔部分を近づいてみるとこんな感じで可動箇所は両腕が動く感じで一 木に親子状態が揃いますし、ある意味、千尋逃げろみたいなね、こういう感じの組み合わせをすることができます。まさかのね、アマゾンズのキャストから仮面ライダーがね、新たな仮面ライダーが出てくるとはね。 ちなみにアーツ版でも解説しましたが、基本のメカ造形は Amazon ーオメガと同じで、こっちは未完成状態ですが、こっちが完成状態のアーマーで、でも見比べてもあんまわかんないな。この辺の胸の柄と、 か、胸下とか顔部分とか、実は造形が一部共通なんですよね。ただニューオメガはほとんど塗装がないというか、ブラックでメカメカしくなってますので、あんまりそこまで共通点を感じませんね。 というかこれでシーズン2関連のサンライダーが一気に揃いました。カラスアマゾンはさすがにないかな。そしてノーマル枠の仮面ライダーアマゾンアルファグリッドを見回すとこうで赤いボディにいい感じに傷がついておりますし、緑目は一 の印ドライバーなんかもしっかり塗り分けられておりますし、可動箇所は両腕が動くのみで、首可動とかはありませんね。副眼も明るくって、かなりいい感じ。で、本来、シクレ枠のこっちの白目バージョンなど、体の傷のダメージが大きくなって。 あ、でもそういう風に表現されてるか、こういう柄の部分なんかもちょっと色のテイストが変わってて、ボディカラーは赤から暗めの赤に変わるんですが、そこまでは表現されてなかったりとか、ここの胸周りの傷の数なんかも変わってませんね。 なので、そこまで再現しようと思うと新規造形になっちゃいますから、あえて色違いでちょっと柄の色の表現で雰囲気を変えてある形で、複眼の色は緑から白に変わってますね。とはいえ、ボディカラーとかそんなに変わってませんので、本当に簡単にシーズン2風に仕上げてある形でぐるりと見回すところで、可動箇所とかは同じで造形も基本は共通ですね。とはいえ、これでシーズン2のアマゾンライダー れを一通りフォローししてくれたのは非常に嬉しいです、ね、前回 AmazonOmega も発売しましたからこれで一緒にディスプレイすることなんかもありですよねというかめちゃくちゃラインナップのライダーがいいんだけど今回パッと見特におすすめはガタックかな武器つくしこれいいねラビラビもいいね あと、カブとはもう定番でいいから、あと、千尋もてか全部じゃん。<laughs> で、じんさんもいいもんね。あ、全部だね。全部いいけど、でもその中でもやっぱガタックが一番インパクトあるというか、印象いいかな。これはおすすめ。 はいいとうことで食眼コンバーージ仮面ライダー10を紹介しましまたこれが仕暮れ枠も含めた全8種類で僕はボックスで予約しましたので店頭でどれが人気とかは分かりませんけどとりあえずは主役クラスの仮面ライダーばかりのラインナップですから自分が集めてるライダーシリーズのものがあれば売り切れの前に速攻買いに行った方がいいと思いますしとりあえずボックスを買えば仕暮れ枠も含めた全ての種類を揃えることができますねあと並び順的にもいつも通り後ろ側にシークレットがありますから買う時に一度参考にしていただければ なと思います以上食願コンバージ仮面ライダー10の初夏でした。